自分のブログの運営を始めたいですというご相談ですね。海外移住の希望の方からです。キーワードの選び方、自分のブログでのロングテールキーワード、ブログ記事の書き方とかですね、書く方法、あとブログタイトルの決め方ってことなんですけども、ブログタイトルについては、大きく分けると情報発信、要は LINE とかですね、メルマガにつなげる、あなたのファンになってもらうっていうのが一番の目的の、情報発信ブログの場合と、広告型ですね、バナー広告とか、ただ記事に来てもらってクリックしてもらうとか、アフィリエイトで買ってもらうっていうような場合と、ちょっと、分けた方がいいかなと思います。で、情報発信の場合は、ある程度、ちゃんとしたブログタイトルを決められるといいと思うんですけども、広告型の場合はそこまで気にされないのかなというところはあります。あと、記事の書く方法については、外注記事の方法、外注さんをうまく使う方法、安くでうまく使う方法をコンサルの方でお伝えします。ロングテールについても同じです。で、海外移住されたい方が、